まったと。はい、どうも。おはようございます。おはようございます。福祉の未来デザイン研究所の泉です。先週に引き続き佐賀県に来ています。精神障害者の方の地域生活を支えるアクトについて皆さんと一緒に勉強したいと思います。では行ってみましょう。朝の散歩のつもりで30分ほどのんびり歩いて気持ちよかったです。世界的に有名なバルーンフェスティバルが開催されるのどかな平野が広がる佐賀市。静かな住宅街の中に佐賀恵比寿メンタルクリニックはあります。訪問看護ステーションの曲がりも併設されています。今回は院長の谷口先生と精神保健福祉士の永田さんに佐賀アクトの活動について教えていただきました。福祉の未来デザイン研究所。ところでご覧の通り、クリニックというよりも一軒家ですよね。ファミリーが住んでそうなお家でアクトをされています。こういうところは全部こう修復した後なんですよ。はいはいはい、はい。うん、で、このあたりもこうちょっとこう知らなかったのですが、佐賀は街角にたくさん恵比寿さんがいるということで、クリニックの庭にも名前の由来になっている恵比寿さんがいらっしゃいました。リカバリー恵比寿、いいお顔されてるんですね。1階のリビングキッチンが受付と待ち合い、2階の部屋に診察室やスタッフルーム、訪問看護ステーションがあります。僕が住んでるところなんです僕の作業スペースで、あと非常勤の先生がいらっしゃる。マルチアクション、ガバイリカバリー。ガバイっていうのは佐賀弁でとても、いろんなアクションをすることで、まあリカバリーを目指してる。なるほど。だけど結果として曲がりです。部屋を借りてるので曲がりっていう名前です。離れにもスタッフルームがあり、こうやって分散しているのはコロナ対策もあってだそうです。もともと倉庫。朝はミーティングからスタートするということで、最近はズームを使って情報共有などをされているということでした。僕も画面越しに自己紹介などをさせていただきました。ぜひ皆さんもチャンネル登録をしていただいてですね、ご覧いただければ嬉しく思います。どうぞよろしくお願いします。この動画をご覧の皆さんもぜひチャンネル登録をしてくださいね。心からお願いします。まずは永田さんにアクトの概要について教えていただきました。で、チームリーダーをしています永田由紀子です。よろしくお願いします。アクトというのはアメリカの方でですね、始まったプログラムが24時間365日重い精神障害がある方に対して、包括的、まあ、いろんな生活支援とかいろんな医療的な支援とかですね、そういったサービスをすることが治療に効果的だなというところから始まって、それがまあ日本に導入されているというような状況です。私たちの佐賀アクトのチーム編成なんですけれども、佐賀恵比寿メンタルクリニックというクリニックと訪問看護ステーション曲がりという2つの組織が訪問診療と訪問看護を訪問を提供していて、それが佐賀アクトというですねチームを作っています。そうですね、携帯2台にパソコンに iPad で訪問の調整が入りそうなので、ちょっとミーティングが終わったら次々スタッフの方が出動されていきました。まあ、なんかね、文字通り出動という感じですよね。1日の訪問件数なんかは状況だったりとか移動距離によって全く異なるらしいですけれども、1日数件から十数件まで。チーム構成としたら、佐賀恵比寿メンタルクリニックの方にドクターと、まあ、精神保健福祉士と、ちょっと非常勤で作業療法士と看護師と、事務員さんとおります。訪問看護ステーション曲がりの方にですね、看護師さんと、作業療法士さんと事務員さんといる、そういう風なスタッフ構成になっています。谷口先生もメールの返信なんかを済ませたら訪問に出るということで、僕も同行させていただくことにしました。もう今日みたいな時はもうバイトですね。もともとアクトのプログラムが統合失調症系の方とか、まあ、躁鬱病の方が中心で、まあ、治療がこう中断しがちな方とか未治療の方とか、まあ、統合失調症以外にもなかなか家から出れない方っていうのは現実にはいらっしゃるので、まあ、うちはそこは少し緩く対象者を設定してて、まあ、一番多いのはやっぱり統合失調症系の方で、その次はやっぱ気分障害
まあ、そこは変わらないんですけど、想定してなかったしような人たちが、そのやっぱり実際には引きこもって未治療でいらっしゃるっていうのが分かってきたっていうかな。例えば強迫性障害の方、まあ、重度の方ですね、とかパニック障害が背景にあって、それで外出できなくなって家に引きこもっているっていうような方だったり、あとやっぱ発達障害犬の方の相談も多いですね。未受診とか未治療とか誰も介入してないけれども、少し精神疾患があるんじゃないかなという行政の方からの相談だったりとか、ちょっとそういう方々を地域のニーズに応えながら、まあ、訪問支援をちょっとつなげていってるという状態ですね。こんにちは、福祉の未来デザイン研究所の泉です。こんにちは。こんにちは。失礼します。まあ、機動力があるっていうのは大きいかなと思いますけどね。病院で見てた時はやっぱ外来とかでもやっぱ2週間に一遍とかしか会えない、うん、から具合が悪かったり調子が悪かったりと、その2週間がなかなか待てないみたいな、うん、今のスタイルだと、まあ、場合によってはじゃあ今から会いに行くからとか、夜ちょっと具合悪いってなった時もじゃあ明日午前中に調整して会いに行くからっていうと、まあそれぐらいが待てるわけですよ、うん、不安が一時的に高まったとしても早く対応できるので、病状がそれ以上不安定になるのを早期に対応することによって、まあ、抑えられるっていうかな、うん、私たちが介入してるからって言って、その必ずしもじゃあ入院しないのかっていうと、入院してしまうっていうご利用者様も中にはいらっしゃるんですが、その入院の仕方とか入院するまでの期間とか、そういったところでは今までよりも、まあ、ちょっと長くですね、地域で生活していたとか、そういったところは感じますね。まあ、入院以外の方法で支援していこうというのは常に考えてありますけど、そういった地域で利用者さんの日々の生活を支えることが地域の他の医療機関にも影響を与えているというお話でした。そういう仕組みがあるっていうのが分かってると、まあ、病院の方も安心して地域に出してくれるっていうか、やっぱり病院のスタッフも地域に出してまたすぐ悪くなっちゃうっていう不安もあるから、もうちょっと病院の中でしっかり治してからっていうような発想になりがちなのかもしれないから、まあ地域の中に少々不安定でも支えてくれる仕組みがあるっていうふうに思ってもらえたら、あのチームがあるから病院の中でやるのはこれぐらいで、あとは地域でみたいないうふうに、まあ思ってもらえるようにありたいなと思ってますけどね。お待ちしてます。はい。ちょっと鍵を取ってきますね。あ、すいません。ちゃんと見張っておきます。往診の間はもちろん僕は車の中で待機。その間にもう少し詳しく永田さんにお話を伺いましょう。私たちの佐賀アクトで大事にしていることというのがありまして、それを理念に掲げているんですけれども、一つは寛容であることで、次に多様性を許すことで、3番目に主体性を尊重することで、4番目に共に作っていくことという、理念があります。これはやっぱりチームの危機が訪れた時に本当にすごく大事にしていて、ぶつかり合いそうになったりとかですね、意見がやっぱり分かれそうになるとか、そういう時にこの理念に立ち返って、もう一回こういう気持ちで、やりましょうということで、常にこの理念は私たちの心の中にあるような感じです。皆さんこのアクトをされているチームが大事にされていることが、リカバリーで、やはりアクトとして利用者さんのストレングスに着目し、リカバリー視点で関わることを重視されていて、対象者を一人ごとにリカバリープランを作成されるとのことでした。半年に1回見直しながらですね、なりたい自分、どういう風になりたいか、これからやってみたいこと、ラップの要素も取り入れてるんですけれども、いい感じの自分、状態のいい時ってどんな時かなっていう、そういうところも聞く項目があって、アセスメントもストレングスアセスメントシートというのを使っていて、本人の普通にできているところ、そういうところにも目を向けてアセスメントを行っていこうということで、ストレングスアセスメントシートとリカバリープランというのが産地のチームで用いているものですね。プランをもとに3人1組の ITT と言われる個別支援チームで関わっていくということでした。お疲れ様です。お疲れ様です。じゃあ次に行きしますね、はい、お休む間もなくでもう一つはやっぱ調子が悪くなった時にどうするのかっていうのを、やっぱあらかじめ
話し合って決めておく、うん、まあ、これはあのクライシスプランをあらかじめ立てておく。ラップの考え方なんですけど、調子が悪くなった時でさえ、まあ、主体性を失わない、うん、だからあらかじめ調子が悪くなった時にやってほしいこととかやってほしくないことっていうのは話し合って決めておく、うん、まあでもなんていうかな、そのみんながみんなリカバリープランやっぱり立てられるわけではなくて、時間をかけて関わっていければいいなと思ってますけどね。この主体性を大切にする姿勢は言葉にすると当たり前ですが、過去を振り返っても精神科医療の現場では二の次にされてきていることであり、我々精神保健福祉士としては意識すべきポイントと言えるでしょう。いつも自分の身に置き換えて何か考えていくつもりにしてるんですけれども、自分が苦しくて何かの理由で引きこもっている時に、勝手に誰か知らない大人がずかずかその本人のテリトリーに入るっていう行為が、やはりすごく本人を苦しめる行為につながってしまうんじゃないかっていうことは考えていて、ご利用者の方とご家族の方とやっぱり話をしながら、急にドアを開けるとか、急にその人のテリトリーに振り込むとか、そういったことはちょっと控えながらですね、やっぱり時間を かけて行っていくということが、まあね、信頼関係つながると思っているんでですね、2、3年ぐらいかかってかな、やっと本人と会えるっていう状況もつながったことがあって、すごい嬉しいですよね本人と会えたと思って、でだからその喜びが、私の喜びも多分相手に伝わるでしょうし、そこからだんだん会えることになって、とても参考になりますね。年単位で関わるというのは、時には変化が見えず希望が感じられない時もあるかもしれませんけど、やはりそこもチームで向き合い、より良い施策を検討されているようでした。そういった際に中田さんにご説明いただいた理念とかが重要な要素になっているのでしょう。食べた方がいいですか？そうそう、前日の夜に食事にご招待いただいていて、地域で活動することについてお話を伺っていました。味はよくわからないけどやっぱりね、患者さんからいろんなことを教えてもらったなって思うんですよね。病院の医者としてやってる時に、外来で会ってるだけの時にはやっぱ問題児として僕は見えてたけど、ある時その人が住んでる家に訪問する機会があって、診察室で会うイメージと全く違って見えたわけですよ。いろんなことがうまくいかない理由がちょっと分かった。その人がすごく一生懸命生きてるのが見えたっていうか、地域で活動することで惑い悩むことも多いということです。綺麗事ではない、やっぱりうまくいかないこともそれは山ほどあるし、何が正しいのか分からない、正直言うと、でも大切にしたいことはある。その人が望まないことは、基本的にはやりたくない。だから、そこはもうやっぱり日々悩みながらですよ。もっとできたんじゃないかなとか、ありがとうございます。素直に言ってる、今日も言ってたんですけど、迷ってるっては言うかもしれない、その人になんかこう、実際どうしていいかも。そうな、患者さん本人でも言いますよ。専門職として関わるスタンスについてもお話を伺いました。それが正しいかどうかは別として、専門職としての知識はやっぱあると思うんですね。だから自分たちはこんなことを考えてるとか、こんなことを感じている、それは専門職としてっていうところもあるし、僕個人としてっていうところもあると思うんですけど、それを素直に伝えて、最終的にはもちろん強制はしませんので、一緒にどうするかを考えていく、その人がそれで行くって決めたら、それに付き合う、人としてこう関わりながら、医療が必要な時はそのエッセンスをこう出すっていう感じかもしれないなと、なんか今は。専門家である前に一人の人間として向き合うというのは大切なのでしょうね。それはお昼間永田さんもおっしゃっておられました。見ての通り妊婦でですね、わかります、わかります今ちょっと妊娠出産というライフイベントをですね、すごくいい経験として捉えてるんですよね。なんでかって言ったら、こう赤ちゃんいるって利用者さんにももちろんわかるからですね、伝えるんですけれども、みんな優しいんですよね、利用者さんが重いもの持っていかんみたいな。
な、で重いもの持ってやろうかみたいなこう手伝ってくれたりとか、大丈夫ですかとか気遣ってくれたり、その妊婦のお腹触るの初めてですとか、人としてこう感じる当たり前のことじゃないですけれども、まあ、そこら辺がなんか一緒に共有できたらなと思って、赤ちゃんがこうなったよとか、こういうふうに大きくなっているよねとか、なんか利用者様だって一人の人として生きていくわけだから、まあ、そういったところでなんか今回私自身いい体験させてもらったなっていうのはすごく思ってるんです。ありのままに向き合い、そして希望を信じる姿勢を感じました。そこはやっぱ信じてる気がする、僕は。真っ暗闇の中にいてもきっと、きっとなんかどこかに光はあるみたいな。だから僕の感覚の、希望ってそんなに明るくないんですよ。太陽の光のような明るさじゃなくて、どちらかといったら夜の月明かりぐらいの感覚、それぐらいのものでもふと感じられると、まだやれるとか、このままで間違ってないっていうふうに思える。ありがとうございました。ごちそうさまでーす。その人たちが生きていく力がついていく瞬間を目の当たりにできるし、一緒に皆さんと生きてるって感じがすごくやりがいだったり楽しさだったり、そういうところにつながってるので、生き生きとやっぱり生活されてるし、苦労もされてるし、そんな中でたくましく生きてる姿を見た時に、やっぱこう自分たちはもっとその人の生活を知らないと、より良い助言だったりだったとか支援というのはできないなというのを教えてもらったという、診察室で会うだけでは何もわからないというのが分かったというか。佐賀エリスメンタルクリニックの皆さん、谷口先生、永田さん、ありがとうございました。永田さんは臨月で間もなく産休に入られるというタイミングでしたが、いろいろお付き合いくださり感謝しています。元気なお子さんが生まれることを願っております。アクトについて僕もこれまで教科書で読んだり見聞きはしていましたが、改めてしっかり学ぶ機会を持ててとても勉強になりました。医療費の削減や治療効果など研究ベースでも数々のエビデンスがあるということですが、まだ日本国内では制度化されておらず、全国各地で試行錯誤が続いている取り組みです。今後もより良い地域支援の形が広がっていけばいいなと思いましたし、その中で精神保健福祉士がソーシャルワーカーとしてできることはたくさんあるのかなとも感じました。精神保健福祉士って役割として、その患者さんの権利を守る役割ってあると思うんですよね、で精神保健福祉士はそういう役割を考えると、本来は医療機関に雇われるべきではないと僕は思ってるんですよ。むしろ医療機関と対等に付き合える仕組みの方が望ましいと思ってて、例えば精神保健福祉士が外部機関として、病院と、要するにこう委託契約をして、外部監査みたいな形で患者さんの権利がちゃんと守られているかどうかっていうのをチェックするような働きの方がむしろいいんじゃないかなと思ってます。アクトのことについて勉強させていただいて大変勉強になったなと思っています。ありがとうございました。ありがとうございました、はい。福祉の未来デザイン研究所では、このように全国各地で意義ある活動をされている個人や団体を取材して動画にまとめ発信する活動をしています。毎週金曜日に新作の動画をアップロードしますので、ぜひチャンネル登録をしていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。はい、じゃあ、そういうことで今日はこれぐらいで、はい、福祉の未来デザイン研究所泉でした。今日も一日皆さんにとって素敵な一日になりますように。ではまた、さよなら。ご協力ありがとうございます。はい、はい、ありがとうございます。はい、どうもお疲れ様でした。じゃあ私はこの後バイクに乗り換えていきます。もう、出発ですか？僕はもうすぐ出ます。おお。行ってらっしゃい。お疲れ様です。あ、そうそう、来ない。
ターに